バイク駐車場ってことで、スマホ決済専用。すごいよね、これ。フラップ式であったり、ワイヤー式、センサー式、まあ、パーキングメーター式とかね。あとは、まあ、立体駐車場とか。まあ、そんなものが挙げられますよね。だからちょっとね、行ってみたいと思います。さて、皆様、お疲れ様でーす。バズです。皆さん、バイク乗り、駐車場いつもどこに止めるか迷いませんか？道の駅やね、あの田舎のお店など駐車場が広くて困ることはまずないですよね。でもね、都心なんですよ。都心いつもコインパーキングの近くまで行って、おい、バイク止めれんのかいっていうね、そういったこと多々あるんじゃないでしょうか。危ない。コインパーキングに近づいて看板の表示を見て、二輪使用できませんの文字で落胆しないですかね。今日はね、そんなバイクパーキング難民、予備軍もしくはバイク初心者の方々たちに朗報です。まあ、様々なタイプの有料駐車場があると思うんですけども、これからね、少し街を回ってバイクが止められるかどうか確かめていきたいと思います。この動画を見れば突然のシーンでも駐車場に困ることがないようにできますので、ぜひ最後まで見てください。まあ、またですね、ご視聴してくださる9割以上の皆様がチャンネル登録していない状態になっております。日本一バイクの情報を発信しております。今後も皆様がバイクを乗る上で得する情報、電動でしか知り得ない情報をですね、しっかり配信していきたいと思いますので、登録しておいてください。よろしくお願いします。まあ、まずはおさらいなんですけど、 50cc 以下の原付一種に当たるバイクなんですけど、こちらはですね、自動車じゃなくて自転車扱いになるので駐輪場に止めていいんですよね。まあ、裏を返せば駐車場に止めたらダメということになるんですけども、駐車場に自転車が止まっているようなものなので、逆にですよ、あの 51cc のバイクは四輪扱いと一緒にされますので、車と同様に駐車場に止めていいということになるんです。理解できますかね、この説明。要は 50cc を超えるバイクは4輪の車と同じ扱いなので、駐車場に止めなければいけないのです。まあね、それを踏まえて見ていこうかなと思うんですけど、種類ってね、たくさんあるんですよ。フラップ式であったり、ワイヤー式、センサー式、まあ、パーキングメーター式とかね。あとはまあ、立体駐車場とか。まあ、そんなものが挙げられますよね。だからちょっとね、行ってみたいと思います。そんなね、いろいろなね、種類のね、駐車場を回れたらなということですよ。これで皆さん駐車場問題解決ですよ。まだ説明してないからさ、有料駐車場ばかりがあるさ、街だと困るよね、バイクってね。やっぱり着きましたね。さて、まずこれ一つ目が D パーキング。バイク駐車場ってことで、スマホ決済専用。すごいよね、これ。入庫して、ここの駐車場に入庫して、QR コードを読み取って、入力して、お帰り時に再度QR コードを読み込んで、料金確認で決済完了と。領収書はウェブ発行。お、むちゃくちゃ楽ね。お金を出さないで済むっていうことですね。まあ、こういうのがあるということですよ。はいはいはい。で、この隣に行くと、これが車両センサー機と。車の下にセンサーがある場合はバイクはダメだと。お次はタイムズですね。こういうのがフラップ式、フラップ式の駐車場になるんですよね。まあ、基本こういったところはフラップ、このこれが上がるのでバイクは無理だと。ダメとは書いてない。でも基本的にこれ無料で止めれちゃうので、フラップ式はダメです。今見たのがフラップ式とバイク専用の駐車場と車両の下にあるセンサーといったところです。まあ、その中で止めれるのがこのバイク専用の駐車場ということですね。ここはセンサーね。センサーか。これフラップ。有料駐車場の数は多いんですけど、やはりバイクが止められるところが少ないと。日本二輪車普及協会にお願いしたいですよね。 OK、 じゃあ次行ってみましょう。
だからさ、やっぱフラップ式は絶対にバイクは無理だと。でセンサー式がワンチャンいけるかもしれないですけど、車体の小ささを考慮するとセンサーが反応するかどうかわからないので、まあ、それもしんどいと。ってなると今のところ先ほどのバイク専用駐車場 QR コード決済というやつですね。数が少ないんでね。これね、はい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 、バイク専用ワイヤー式ですね。皆さんこれですよ。これがワイヤー式のバイク用の駐車場になります。これどうやって払うんだ。原付と自動二輪、場所が決まっていて必ず駐車された自動二輪の鍵をおかけください、まあ、今のところで番号を押して精算すると、これをここに通して最後ここにカチッとロックをすると、そういうことか。これがねワイヤー式になっています。やっぱバイク専用じゃないと厳しいんだよね多分ね。なかなかさ難しいよね、こう都心の中でやっぱり止めようと思うと普通のねやっぱフラップ式が多いんですよね。適当にね駐車場探して止めようっていう感覚で行くと結構やられる。次はですねよくあるパーキングメーター、パーキングメーター皆さん分かりますかね。よくある道沿いの側道というか一番左車線にあるですねパーキングになります。それはねバイク行けるみたいなのでちょっと一度ね試してみようかなというところですよ。だいたい60分、1時間限定でそこに置いていいっていうルールのもと、だから一時的にねそこをね離れたいと、そこから離れたいっていう時にはそういったパーキングメーターがすごく有効なんじゃないかなということですよ。都会あるあるであるのが一度通り過ぎた時にそこへ戻るのがかなり困難っていうね、それがあるんすよ。しんどい。通り過ぎたんですね。てかバイクで都心なんて走るもんじゃないって本当に思いますよね。まあ原2とか原付き、まあ、その辺だったら逆に取り回し良かったりするので、あの交通量が多くてもねスイ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 行けると思うんですけど、車両がねどんどん大きくなってくるとそういったところが困難になるわけですよ。あ腹減った。ここまでおさらいするとフラップ式、センサー式、バイク専用の QR コード決済式、そしてワイヤー式を見てきました。で次パーキングメーター式いきますので、今のところ止めることができるのはやはりバイク専用の QR コード式、バイク専用のワイヤー式のこの2つですね。現状この2つが可能だと。いややっぱねバイクって肩身狭いですよね。なんか車と同じように止めることができればいいのに、バイクお前一人のくせにあの駐車場1台分取るなよ的な流れあるじゃないですか。おかしいと思うんですよね。だってさ車もさ一人で乗ってる人多いでしょ。車一人で乗ってる人、じゃあお前ら車二人で乗れよっていう話になってくるじゃないですか。思いません？車二人以上で乗れやと思うじゃないですか。お前は一人で乗ってないのかーいっていう話じゃないですか。だから自動車と同じ扱いをされるのであれば声を大にして言うべきです。法律ちゃんと見てくださいよと、もう言ってあげてください。そういうこと言われたらね、コンビニでも全部そうですよ。おっと、これですね。これですよ。300円か。車を止めたら直ちに手数料。ちょっと待って、300円ないかもしれない。パーキングメーターの利用は300円ですね。60分以内に出てくださいと。駐車時間を超えて駐車することはできません。そういうことね。で、この枠あるじゃないですか。バイクはね、バイクも車もそうなんですけど、この枠内に入れないといけないということなんですよね。で、この枠内に入れば何台でもいいのかっていうと、そうでもなくて、枠内に1台と、1台ずつということですね。他にもですね、ウェブ上であらかじめ予約できるバイク専用駐車場も中にはたくさんあります。調べてもらうと、一般社団法人日本二輪車普及協会のウェブサイトにたくさんの駐車場情報も載っていますので、よろしければ見てください。で、旅行の際に確実に駐車場を確保しておきたい。そんな方は事前に予約するのもありですよね。ベンゾのおすすめは先ほどのワイヤー式のバイク駐車場かな。あと事前にね、目的地周辺のワイヤー式駐車場を探しておくのもありです。さて、
いかがでしたでしょうか。駐車場問題、これで解決できますかね。バイクの駐車場は日本では充実していません。頭の中で一度どんな駐車場があるのか整理することをお勧めします。これはね、便蔵ためになったぞという方はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。冒頭にも言いました通り、便蔵しかお届けできないバイクの楽しさも皆様にお届けしていきます。他にもですね、 YouTube の収益を全額オールインしてバイクを買うアホな企画も同時進行中です。その月々の収益を発表させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。便蔵でした。じゃあね。